こんにちは、東京アンヨです。今回は中野区の玄通寺にある川竹黙阿弥の墓を案内します。川竹黙阿弥は江戸末期から明治時代に活躍した歌舞伎狂言作者です。明治の文豪坪内逍遙をして日本のシェイクスピアと言わしめた人物です。川竹黙阿弥は文化13年に江戸日本橋の裕福な商家の次男として生まれます。14歳で道楽が過ぎるという理由で親から勘当され、貸し本屋の手代となります。20歳の頃に仕事を辞め、5代目鶴屋南北の門下になります。その後勧進帳で南役の弁慶を務める7代目市川團十郎を後見。これが認められ天保14年に2代目川竹新七を襲名します。立作者になったもののヒット作に恵まれなかった黙阿弥でしたが、4代目市川小団次との出会いから転機が訪れます。彼のために書いた都鳥流れの白波が大ヒットします。その後も黙阿弥と4代目市川小団次コンビはヒット作を量産、その地位を不動のものにします。彼らが得意とする演目は白波物と呼ばれるものです。白波物の特徴は、登場人物は平凡な男女で、事情によって盗賊となり、義理人情に翻弄された挙句、捕縛されるか自害する設定が多く、市井の人、それも社会の底辺で喘ぎながら、毎日を綱渡りのようにして暮らしをしているものを主人公としています。この作風の背景には当時の幕末の社会状況が大きく影響していたと言われてます。幕府の権威が低下し、未来を不安視する庶民には黙阿弥の描く苦しむ若者たちの物語は現実感があり、観客の共感を呼びました。名優4代目市川小団次没後、明治に入っても黙阿弥は歌舞伎界の重鎮として君臨しました。島千鳥付きの白波を最後に引退宣言をしますが、彼に匹敵する作者はおらず、その後も助の名で作品を書き続けました。黙阿弥は活動した50年間で360本余りの作品を残しました。明治26年、やっこだこさとの春風を最後に書き、享年76歳、自宅で脳一血のため死去しました。没後130年近く経ちますが、黙阿弥の作品は現在でも上演され、多くの歌舞伎ファンを楽しませています。